ビットコインは現在もなお3万ドル台にてレンジを続けておりますが、現在こちらの三角持ち合いを形成しております。このパターン 70% の確率で上にブレイクする傾向性がありますが、果たしてこのパターンを上にブレイクすることができるのか、それともビットコインさらに下掘りする必要性があるのか、本日これらのシナリオそして確率について話していきたいと思います。そしてビットコイン様々なポジティブニュース、そしてネガティブニュースもあります。こちらについてね、共有していき、ビットコインにとってどういういった影響がね生まれるかもしれないか、本日解説していきたいと思います。本日の動画、ビットコインのね最新の分析、そしてね今後の戦略、そしてね最新のねニュースなどもねお伝えしていきたいと思いますので、皆さんよければねぜひ最後まで見ていってください。ということで早速入っていきたいと思います。ということですね、ビットコイン現在もなこちらの三角持ち合いで推移している状況なのですが、皆様ね最近動画をねアップロードできなくて本当にね申し訳ないっていったね状況でございます。私ね本当にね最近ね多忙ですしね、動画をねアップロードねできないといったね状況となっていますが、本日なんとね私こちら日本の京都で行われるこちら IVS っていうね、まあ、ブロックチェーン Web3 イベントがあるのですが、こちらに、ね、今から参加する調整があるのですが、はい、本日ねなんとかこういったね隙間時間を取って今ね動画を撮影している状況となっています。皆様がね本当にお待ちになっているってことをね、まあ、LINE グループ、 Discord グループ、コメント欄などね確認しまして、はい、これはね動画アップロードすることしかないやんって思いました。ということで早速ちょっと時間ないんでね、結構早口になるかもしれないんですけど、分析の方を見ていきたいんですけど、ビットコインこちらの現在ね三角持ち合いを形成している状況でございます。そしてこれらのパターンって 70% の確率で上にブレイクする傾向性があります。もしなんで上にブレイクする、なんで下じゃないのかって皆さん思うかもしれないんですけど、ビットコインねこのまま今現在上昇していってるじゃないですか。そのトレンドの方向にそのまま連続して上にブレイクする、連続して今までのトレンドの連続の方向にブレイクする傾向性があります。そしてメジャームーブターゲットねこんな感じで引くことができますが、はい、まあ、こんな感じでメジャームーブターゲットね引きますと3万500ドル、ちょうどねこの前の動きですね、この前の動きはだいたいこんな感じで引きまして、この下のところがこの上のところですね、だいたいねこのてっぺんのところまで引きまして、そしてこれをねブレイクアウト地点にもっと丁寧に置かせていただきますと、はい、3万7000ドルです。まあ、3万7000ドルって何があるかと言いますと、はい、ちょうどこのビットコインの超重要レジスタンスゾーン、この3万700ドルの超レジスタンス、重要レジスタンスゾーンがありますので、まあ、ここでね、一度、まあ、ロングとか入れるのであれば、私だったらね、ここでね、利確をね、ちょっと見ていきたいって言ったね、状況かなと考えている状況でございます。はい。で、逆にね、じゃあもしビットコイン、この三角持ち合いね、下にブレイクするのであれば、逆にね、下の価格帯を挑戦することになるのですが、まあ、ここのね安値をね下回ることになります。まあ、ではメジャームーブターゲットってそんなにね正確ではないので、まあ、この上昇っていうのだった場合、このね上昇のね、まあ、このねメジャームーブターゲット使用できると思うんですけど、もしねこれを下にブレイクするのであれば、私ねもうちょっと小さい、まあ、こちらのメジャームーブターゲット使用します。はい、言うたらね今まで上昇トレンドだったわけなんですけど、まあ、そのままね上昇トレンドだからのこのペナントはそのまま上昇トレンドの方向に動くね傾向性がありますが、上昇トレンドからの大きなね、まあ、このね、上昇トレンドからの、この大きな、この下の安値をね、下回ることは、私ね、少し考えにくいと考えております。まあ、可能性としてはね、もちろんね、考慮しないといけないです。逆に、まあ、ここまで上昇して、ここでね、天井で、そしてここのね、ロング、全部、ここのロング、全部ロングや、行ってから、こうやって上がっていくみたいな。そういうとね、シナリオもね、考えられますが、ただ私はね、こちらの確率がね、ものすごくね、低いと考えております。そして、なぜかと言いますと、現在ね、ビットコイン、ポジティブニュースが、めちゃくちゃ流れているって言った状況でございます。はい、こちら見ていただきたいんですけど、はい、速報、大統領候補ロバート F ケネディジュニア、ビットコインは通貨供給の操作に対する防御であると述べています。はい、皆さんね、ビットコインに対して、ね、ビットコインの本質を理解している皆様であればね、わかると思いますが、はい、こちらね、ビットコインは総供給量が制限されています。2100万枚と制限されており、今の私たちのね通貨日本円とかドルなどは永久にすることができます。なぜかと言いますと、中央集権型だからです。だからこそビットコインは、それに対抗するために分散型の本物の金融資産として、はい、金融資産として作成されました。そして今現在、そのビットコイン、今までは遊びだったビットコイン、遊びで認められなかったビットコインが、今現在、認められ始めているっていうね、証拠でございます。もちろんね、前から遊びではないのですが、少なくともそういうビッグプレイヤー、こう言ってね、大統領の話にも出てきませんでした。アメリカの大統領候補にも話も出てきませんでした。そしてなんとね、4.2 兆ドル、約500兆円の資産運用会社、フィデリ、
フィデリティがスポットビットコイン ETF を申請ということで、はい、こんな感じにね、ブラックロックについて、様々な資産運用会社が流れに乗ってきています。ブラックロックは9兆ドルの資産運用会社。言うたらね、900兆円以上。って言ったね、状況でございます。その流れに乗ってきて、様々な、言うたらね、こういったコーファンダが流れていってます。そして、こちらね、速報、破産した FTX は流動資産70億ドルを回収したと発表ということで、まあ、こんな感じでね、もうポジティブニュースが流れてきてるんですよ。はい。言うたら FTX で、様々なね、方々がね、まあ、言うたら世間一般のね、様々な方々が FTX でね、まあ、言うたらね、まあ、そのままね、資産をね、引き出せないって言ったら、ね、そういう事件が起きたんですけど、こうやってね、その被害者の方々も、こんな感じでね、資産をね、引き出すことはね、できるかもしれないっていうね、こういったポジティブニュースが流れてます。そして、香港最大の銀行 SHSBC、顧客にビットコイン及びイーサリアム ETF を提供ということで、はい、間違いなくね、ポジティブニュースの流れは来ていますが、ただ、私がずっとね、話しているリセッションの警告が今現在ね、されているということで、Just then, HSBC, one of the largest banks in the world, warns a US recession is coming this year. ということでね、ちょっと、はい、そんな感じで、はい、リセッション、私にずっとね、このチャンネルをね、以前からご覧になっている方々わかると思います。わかっているとね、存じているとね、思いますが、はい。リセッションが、おそらくね、私、今年の終わりから来年のね、初旬ぐらいに起こるのではないのかと少し考えております。もしかしたらね、今の感じ見ていると、もう少し遅れるかもしれないんですけど、ただ私が言いたいことは、リセッションはね、訪れるはずです。ただ、こんな感じで、リセッションが起きるであろうっていう、こういったね、ニュースが出てるので、まあ、どうなんですかねって言ったところですけど、ただね、私はリセッションはね、いつかは来ると考えている状況でございます。時期はね、少しね、ずれるかもしれないですけど、リセッションが来る可能性がね、こういったね、警告もありますので、まあ、ポジティブニュース、ネガティブニュースね、どちらも流れていっている状況です。はい。そしてね、少しね、ネガティブニュースになるんですけど、なんとね、OKX が日本移住者の利用制限を開始ってことで、まあ、そういったね、OKX ってね、世界に取引所が2番目の取引所が日本でね、もう使用できなくなりましたので、はい。今ね、皆さん、取引とね、どこを使用していけばいいのか、皆さん思っているかもしれません。考えているかもしれません。はい。まあ、そういった方々にね、こちら、説明欄の一番上でビットゲット。こちらがね、一番おすすめの取引所になります。手数料がね、最安ね、30%、さらに 30% オフになるね、URL、皆様のためにこちらね、貼っておりますので、皆さんね、興味があれば、皆さんにとってお得ですので、入金ボーナス60枚、日本語サポートも対応していますので、皆さんぜひね、こちらから見ていってください。ということで、そういったね、ポジティブニュース、ネガティブニュースがあることから分析に戻るんですけど、じゃあ何を言いたかったのですか、ミスターケンさん。はい。さっきのポジティブニュースがあることから、私ね、深掘りするとは思いません。はい。大きな深掘り。はする確率がね低いと考えております。26,500もねこちらまで、ね、私ね挑戦する確率はものすごくね低いと考えております。そしてこの27,400ドル、この28,000ドル、28,800もなんならね挑戦する確率ねめちゃくちゃ低いと思ってますので、私なんならあと一回ねここのストップ、この三角持ち合いね形成していますが、こちらね、まあ、こんな感じで調整できますので。それね、皆さんちょっと注意していただきたいです。三角持ち合いでこうやって、ね、調整できますので、今のところさっきの三角持ち合いですが、まあ、こんな感じで調整する可能性もありますので、一度ね、ここのストップ狩りね、もう一回焼いてからこうやって上がっていく可能性もありますので、ここのストップ焼いてから上がっていく可能性もありますので、まあ、注目しているのは29,500。29,500までいったらね、ちょっとロングね、私に積極的にね、ちょっと売っていきたいと思います。はい。ロングね、こちら29,500。ビットゲットでね、こちら入れていきたいと思います。そして、はい。今、どういった状況かと言いますと、さっきのファンダメンタルズのことを考えますと、今はですよ。はい。今は、ビットコイン、下がれば、私はね、現物が、下がれば買いって言ったね、状況だと思うんですよ。まあ、個人的な意見なんですけど、さっきのね、ポジティブニュースを考えますと、下がれば買い。そういったね、現物の下がれば買いって言ったね、フェーズに入ってると思います。だからこそビットコイン、下がってもすぐ買われる、こんな感じですぐ買われるって言った、そういったね、状況が生まれていってます。そして逆に、上がろうとしても、そうやってすぐ拒否されるって感じで、もうどっちの方向に行くんだみたいな。ここでロングとショートの人たちはね、結構焼かれていってるんですね。それはね、こちらのコインアライズっていうデータを見たらわかるのですが、見てください、こちら。コインマージナルコントラクトということで、こちらね、まあ、言ったらロングの傾向性のあるポジション数ですね。こちらロングの傾向数のポジション数が、はい、こちら見てください。下落していってます。これどういうことかと言いますと、ロングが減っていってます。そして逆にショートもね、ちょっと減っていってるんですけど、ロングの方がね、ものすごい数で減っていってるのがわかると思います。そしてショートもね、減っていってるんで、言ったら相場ね、どっちに行くんだみたいな。上がりそうだし、下がりそう。ほんまにわからない。そういったね、状況がね、現在相場に、まあ、続いてるっていう状況でございます。そしてこちら、ファンディングレートあると思いますが、ファンディングレートもこちら。
はい。まあ、結構ね、こちらポジティブですので、まあ、ロンガーの方がね、ちょっと多いといった状況です。はい。ので、私だったら、これ現物をちょっと集中していきます。現物落ちたら買いで、もうロングとショートね、正直今ものすごくね、リスク高いです。ので、私だったら、この高値、$31,000、$31,100、この$31,156ですね。ここのヒゲじゃなくて、ここのヒゲ。はい。この奥のヒゲを超えた瞬間、超えて、4時間足で出来高がね、確認できるロウソク足ね、緑のロウソク足で出来高を確認できたら、私そこでロングにいます。はい。それがね、かなりのキーポイントだと思うんで、ここで4時間足を確定して、出来高のあるロウソク足、緑のやつでロウソク足が確認できたら、こちらね、そんな感じで上昇していく可能性がね、ありますと思うので、皆さん、まあ、それはね、ちょっと注目していきたい感じでございます。それで、ね、ちょっとね、結構時間ないので、少しね、ちょっと早口すぎたかもしれないんですけど、はい、本日の重要ポイントをまとめれたかなと思っております。今ね、現在レンジですので、私だったら、現物、初心者さんもね、おそらくね、この動画をね、ご覧になっているかと思われますが、本当に、レバレッジは危険ですので、現物オンリーでね、行った方が、私はね、個人的には思います。私だったら現物オンリー、私もね、最初レバレッジしてね、たくさん焼かれて、結局現物で動きを慣れてから、動きを慣れないと、それね、言ったら、相場って、それぞれね、銘柄ってそれぞれね、特性があるんですよ。どのように動いていくかっていう特性があるので、まずね、毎日見て覚えて、現物だったら、強制切算される恐れはない、ありません。ので、メンタルもね、だいぶ安定します。トレードっていうのはね、メンタルスポーツなので、メンタルが安定しないとね、勝つことができません。私もね、最近ね、1億円の損切りしましたが、その後ね、メンタルを安定させてからね、ここでね、またね、約ね、4000万、3000万、まあ、その後に4000万ぐらいになったんですけど、いろいろトレードして、まあ、4000万ぐらいまで、まあ、上昇することができました。含み損ね、もうだいぶね、回復してきております。そんな感じで、言ったらね、メンタルを、ね、安定させるスポーツなんで、皆さんね、最初ね、現物から入っていってください。そして皆さんね、こちらのビットゲットの取引所などであれば、手数料ね、さらに 30% オフになりますので、現物も。皆さん、こちらからね、ぜひね、登録していってください。そして、こちらね、初回登録プラス本人確認に2万円が今すぐもらえるね、こちら FXGT。こちらね、ものすごくおすすめで、ビットコインもトレードできますし、ドル円などもね、米株もトレードできます。今ね、私ね、米株ね、ドル円ね、今練習してるんですけど、本日ね、動画ね、ちょっと時間ないんで、ちょっとね、分析できないんですけど、これから私もやっていきますので、皆さんぜひね、これらの2つの取引所ね、登録していって、もしね、私がすべてのポジションを公開する無料 VIP サロン。これからね、この無料 VIP サロンのみで、私のね、ポジションを公開していきたいと思いますので、無料 VIP サロンにね、入っていってください。てな感じで皆さん、本当に最後までご視聴ありがとうございました。経済指標も、まあ、そんなに重要なものはね、今週ないって言ったね、状況なんで、ね、まあ、ほぼね、無風。まあ、GDP ありますけど、まあ、そんなにね、CPI みたいなね、まあ、PCE あります。今週の金融 PCE あるんで、これね、ちょっと気をつけていきたいところですけど、まあ、そんなに重要なね、指標はね、今週ね、PCE 以外ないって言ったね、印象なんで、皆さんね、ぜひね、無料 VIP サロンね、まあ、ぜひね、$32,000、ビットコインがね、ブレイクしたらね、募集開催とかね、今募集します。$32,000ブレイクしたらね、まあ、締め切りますので、今のうちにね、みんなが興味がない時にこそ参加する。みんなが興味ない時に投資する。ウォーレン・バフェットが言ってたことですけど、みんなが興味がない時こそに、強欲になって、みんなが強欲の時に、全てを売却する。って言ったね、そういう格言がありますけど、私もね、それをね、リスペクトしてね、そんな感じでやっていきたいと思います。ってな感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では